はい、どうも、こんにちは。今回はですね、こいつ、YG2E、壊れました。壊れました。って言っても、ディアのアッパーアームのピロボールがね、ピロボールがね、ネジ山ぶっ潰して、抜けました。で、いくらやっても閉まらないです。なんで、プランプランです。ちょっと見にくいかもしんないけど。これ、こっちね、こっち。切ったね。ね。スポッて抜けちゃうんだ、俺。プランプラン。で、この、ターンバックルもね、もう限界、長さが限界へ。長くしすぎてる感じ。もうグラグラだ。ほら、タイヤも動く。なんで、今回ね、ダンパーステ変えます。これ。ダンパーステ、ショックタワーだね。ショックタワー変えます。アルミのやつに変えます。はい。高かった、俺。4000円、450円した。はい。じゃあ、変えていこう。こんな早く変えるとは思わなかったんだよね。もうちょっと後に変えようと思ってたから、本当のところで言うと。リア ESC マウントがついてると、どんだけ作業効率が悪いんだね。こっちから見せようか。これを取って、さらに、これも取らなきゃいけない。で、ダンパーも取っちゃいます。ダンパーの方が良かったかな。 先ダンパーの方が良かったね。よいしょ。いいけど、ピロボールも、ここ抜かなきゃダメなんだ。これショックタワーがね、アルミに変わることで、まあ剛性がね、また上がるわけですよ。あ、一応固定はできてたのか。一応固定はできてたんだけど、もう多分ネジ山バカになってると思うからね。これも抜かなきゃダメなんだね、下も。取れないや。ショックタワーがね、剛性上がることでまた走り変わると思うんだよね。で、ショックタワーがね、結構しなると思うんだよね。これ、もともとの、純正の。しなんないよ、そんなに。あ、でもしなる方だね。しなる方だね。はい。ということで、つけていきます。外しちゃうんで、つけていきます。で、できるだけね、純正位置が使えれたらなって思う。あ、ショックタワー、純正に比べると穴が何個か多いんだね。2個ぐらい多いのかな？あ、1個多いんだ。1個多くなるんだね。1個多くなるんだ。で、ちょっと短くなるんだね。ちょっと短くなります。比べるとこんな感じ。ちょっと短くなるんだね。ね。あ、だいぶ短くなる。ちょっとっていうか、結構短くなるね。センター位置はだいたい一緒です。はい。で、純正位置とだいたい合わせたいから、だいたい純正位置がいいな。だいたい純正位置って純正位置がないね。合わないね。合わないですね。残念なことに。
どっちがダメになったんだろう、これ。こうだから、こうついてたんだから、うん、やっぱ奥だね。こっちだね。ああ、もうネジ山ダメだね。スカスカだね。うん、ネジ山死んじゃってる、これ。ちょうどここの位置についてたんですけど、この位置ね。この位置についてたんだけど、一番下のこっちね。についてたんだけど、うん、抜けちゃった。うん、スポッと。閉まってる状態で抜けてるから、うん、これ以上は無理。ピロボールの足が長いやつ使えばいけるんだろうけど。ねえ。ってことはこれ。ピロボールエンドも結構来てるな。うん、そういうことになるね。じゃあちょっと純正位置に近いところ、どっちが長くなるんだろうな、これ。ちょっとが長い位置になるんだね。これね、最初ね、はめにくかったら、ちゃんとまっすぐ入るかどうか怪しかったら、半時計に回してカチッって言ったところで締め込むとすんなり入ってくよ。あ、そうだった。忘れてた。忘れてたよ。いい音するね、パチンって。やっぱアルミ製は違う。うん、硬いもんね。で、あ、かっこよくなるね、こうやって見ると。ね、よさげだね。タンパーの穴位置を合わせてやるんだけど、こいつにつけてたこの穴に近いとこはやっぱ今ここなんで、とりあえずこれのままにしておきます。で、ダンパーステーの位置だよね。ダンパーステーっていうかダンパーの位置だよね。ダンパーの位置が真ん中だね。真ん中だね。ダンパーの位置が上のこれ2段をついてて、ちょうどねこの真ん中の部分だね。ん？もう一回ちょっと不安になったぞ、うん、ちょうどこの外から3つ目のここですね。親指の爪が入ってるところこの辺ですね。ここだね、うん、ここ、うん、です。爪切んなきゃなはい、ちょっとやっていこうか。で、前にね、ダンパーの組み立てやったと思うんだけど、あれまだもうちょっと後にします。これ変えたことでまた動き変わると思うから、一瞬迷ったぞ。おーっと、マジか。いらぬところで作業が増える。だよね、抜けちゃうよね。よいしょ。これはこっちだ。はい。で、ターンバックルちょっと長さ、もうちょっと長いやつ買わないとダメだね。ちょっと買っていこうかな。ターンバックル。高いもんでもないし。ああ、かっこよくなるね。アルミのやつ使うと。
いや、かっこよくなるね。締まりが良くなる。まあ、順番もなんかあれになってるけどね。適当になってるけど。よいしょ。ああ、しっかりした。いいよ。おお、かっこよくなったな。こっち、ほら、これは結構悪いよ。はい、こんな感じになります。まあ全然違うな、やっぱもうボディポストの位置はあんま変わんないんだね。変わんないんだね。おお、すごい。そのこともないけど、すごい。ボディポスト、ステルスマウントが欲しいね。先につけてよかったな。非常につけにくい。はい、まあとりあえず完成かな。さて、これでまたちょっとセッティング変えなきゃいけなくなっちゃうかもしれないね。この前に完成って言ってもまだこのアッパーアームが取れた状態だ。ちょっと、よし、これでいいだろうけど、これはポジティブすぎる。いや、こんなもんか。終わりました。はい、完成。正直完成。アルミになるとパッと見わかんないけど、こっちに比べればだいぶしっかりしたような感じに見えるよね。ああ、どうしようかな。これで縦のトラクション増えてる感じだね。ああ、足の動きがすごくスムーズ。スムージーです。いいね。じゃあこれでちょっと走ってみたいかな。では、行ってきます。声が裏返り、とりあえずハッシー。セッティングが合わずにシャーシをいじり出すハッシー。そしてだんだんタンスにイラつくハッシー。ついには掃除を決意する。次回シェイクダウン、次も滑るぜ。